ここに肛門がありますよね、はい、とこの辺を押すんですけど、はい、この子ちょっと脂肪がついてるから、うん、かなり尻尾持ち上げて、うん、ここじゃなくてこの辺で押す、うん、そうすると出てくると思います。最近出しました？出してないです。出るかもしれませんね。これ家の中で飼う子はね大概たまるんでね、うん、あ、ごめんなさいごめんなさい、だいぶたまってるわ、すごいこれね、これはすごいですよ。で、この間に、ね、毛があったらこれが全身についちゃうからさ、これはね、こんなたまってたらね、もし出せるなら毎日出した方がいい。で、出なくなったら2日に1回、3日に1回、週に1回、で、最終的には2週間に1回ぐらい。袋が大きくなってると思うんですよね、肛門腺の。ごめんね、ごめんね、ごめんね。ちょっとご褒美あげたいな。もうちょっとだけ切っていいですか。足が男にしたい。あんな感じでやるんですよね。ありがとうございます。じゃあちょっとウェットブラシで食べて、じゃあこちらからどうぞ。あのお家で出してた時って出ました？あんのに。いや、あんま出なかった。ちょろっと。うまくできなかった。なかなか言い上がりますよね、確かに、うん、この子とさ、お家でブラッシングをしてらっしゃる体が、あ、してます。どういうブラシ使ってますか？ちょっとこれよりももうちょっと細かい、細かいやつ、はい、櫛は？櫛はやってない。櫛はやってない。こういうやつはベア用にあるんですけど、うん、それじゃないやつ。そう、それはね、表面になっちゃうから、はい、櫛もあった方がいいよね、うん、でこうやってやるじゃないですか。どこへも溶けないですね、これ、うん、それはちょっと景気がないんだったらもうここで食べて、気が固まりやすいのがこの耳の後ろ側と内側、うん、この今の状態でシャンプーすると毛玉がもっと大きくなっちゃうからね、うん、だから散歩するときは毛玉をある程度取ってやらんと。ごめんね、歯磨きペーストって嫌いじゃなかったですか？はい、大好きです。大好きです。その後のおやつより歯磨きペーストが好きです。そうなの。本当だ、これご褒美になるんだ、この子。ブラシだとね、なかなか中までいけないんですよね。で、こういう櫛を使って、で、もう上手に使うの、これで引っかかったらもう一回縦でちょっとほぐしといて、また行くと、また引っかかったらこうやって縦で。で、あのブラシは、まあ、表面をね、やる分にはブラシだけども、お、食べた？食べたんだ。大きいと食べないことある。そういう後ろとかさ、触るとあちこち毛玉になってるからさ、これはこれから夏に。すごいもんね、これ。
本当に切っちゃってます、ね、うん、そう、これもこんなになっちゃうと切らないと、ただ切るとき気をつけんと皮膚切っちゃうからね、はい、あ、ごめんね、痛いね、まあ、ちょっと軽くにしとこう、あんまりやっちゃう、はい、で、ちっちゃくすれば食べれるんだね、これ、うん、はい、どうぞ食べる、本当に大きい、ちょっと大きいと食べないとか、ここ食べる、結果1週間後に聞きに月曜火曜ぐらいに来たら、はい、そしたら、うん、そう、あの左の検査がマイナスだったら、はい、あの左とかいろんな予防の、去年は食べるやつですか、レックスガード、あ、そうです、うん、じゃあそれをネクスガードステップから出しますんで、はい、月に1回ずつ飲ましてく、はい、そうするとイタリアとか寄生虫の予防ができますね、狂犬病は打ってもないの、今年この間、あ、ごめんなさい、はい、私が打ったんだね、6月20日で、保健所に登録、打つだけじゃダメなんだね、狂犬病、登録までしなきゃダメですね、狂犬病はね、で、まあ、本当にステンパの今後は打ってないんですか、あ、そうです、それで1週間後にまた来ようと思ってて、ちょうど結果聞きつつ、この前はさ、あれ全然打ってないの、あ、打ってます、打ってる、今度打ってたら今後は、でも去年も打ってないです、その前の年は打ってる、多分打ってる、まあ、証明書がもし残ってるんだったら、あ、全部あります、うん、今度見せてください、はい、そうね、あの1週間以上はここからだから、まあちょうどいいぐらいかな、はい、その時はご飯食べてきてくださいね、はい、あのワクチンから、今日は血液検査のためにそ そうです、はい、じゃあもう一回この血液舐めて終わろうか、はい、姉ちゃん、姉ちゃんちょっとごめんね、ごめん、立ち向けてくれる、はい、どうぞ、いいね、こんだけ好きだったらすぐできる、はい、そのペーストのおかげで、で最後はほっぺたの裏までやると臼歯が、あの後臼歯、後ろの臼歯ができます、はい、じゃあ OK です、よく褒めてあげてください、はい、ありがとうございます、お家帰ったらよく褒めてくださいね、であと他の検査の概算を出しておきますんで一度検討してみてください、はい、わかりました、はい、すみません。